山村硬貨とは、明治時代から昭和時代にかけての日本画家、浮世絵師、版画家。本名は豊成。硬貨とコース。東京府下品川元塾十三品川の名卒不動の棒森の家に生まれる。はじめ尾形月光に指示する。後に、東京美術学校日本画専科を卒業し、その卒業の年の明治四十年の第一回文典に、ダビオ、出品。 入選する。1910年、第4回文展において、大宮人が法上を受賞する。後、大正3年から最高院展に参加、第3回展の際、豪華と弱光のとを出品して、日本美術院の導人となったほか、右豪会、三五会などでも活躍した。主に歴史、風俗に取材した作品を多く残している。大正五年、渡辺版画展から、 11代目、片岡二座衛門の大制ゆ之助を発表し、以降多くの役者への新版画を反抗した。作風はダイナミックで、古典に題材を得ていた。また、舞台装置や演劇に対しても強い関心を持っており、それらの参考とするため浮世絵、大津絵、薪絵、当時、人形などの収集でも知られていた。美人画や風景画の版画も作っているが、 大正3年には自ら彫り、自らする、自国自釣りによる、木版画も制作している。また大正4年6月から、二顔堂発行の新二顔に、役者への小作品を掲載するようになった。石井白帝や河村家料との共作、合作も行っている。後に、鹿版の版画を制作するようになってゆく。大正9年から発表した。 ディエンの花シリーズ12点は代表作に挙げられる。1935年多摩美術大学教授、品事変が起こってからは、昭和13年の第一悠々等の戦争画も発表するようになり、昭和15年には南市戦線に従軍して南市諏訪島上空より南市古門道継島などを描いている。腎臓炎を病んで、清六科病院で治療していたが回復せず、 昭和17年1月25日に逝去した、去年57。法名は、豊か筆院綾のり高覚寺。墓所は、品川区東大井の来福寺。踊り上海ニューカルトン初見1924年、リエンの花13代目、森田貫也のジャンバルジャン1921年、二世、市川男子郎の鉄心災1932年、青年月ピワ。 明治18年12月や明治19年1月2日の記述も見られる。ありがとうございます。